セルサスの子教えた。あ、ヒロ君が言ってたの。2人ぐらい来てたの。セルサスの子教えてたけど。で、何、その2人は何チーム？え、プロチームだけど。そうでもなかった。リモルさんなんか、こういうの、どうした？これあの、LGBT とか。LGBT。やばいやばいやばい、あの米軍のさ、なんちゅうか企画を出してますね。今村さん軍隊好きよ。あ、見た見た。ちょっとちょっとくらいしてるんだけど、どうですか。ああ、北海道も見ましたもん。YouTube 見た。今村さんちょっと送られてきたし。YouTube 見た方がいいよ。もう無理だ。ちょっと来ないぞ。行けないぞ。いやいや。山村さんから送られてきた。今日のシーン、ビデオからが。絶対18番の人が綺麗だよ。ベッピーさんじゃない、確かに。みんなの間違いです。こんなケースで。こんなあんな暗いグルーターのタクティーが知らない。ワールドカップぐらいでしょ。こんなケースで。デンマーク戦ぐらいしか見たことない。確かに、それしか見たことない。岡崎も使えるやつだから。岡崎も使えるやつだから。ワールドカップ。本田に出したやつです。そうそうそう。ああ、なんかあの、なんだろう、最近めっちゃ YouTuber のさ、本田のマネにする YouTuber。 マキッカ、マキッカ、めっちゃ面白くない？はい、見てない。面白い、面白い。超最近見てないけど、有名です。あの人上手くない？上手い、上手い。だから大阪、大阪大学、大阪大学、なんか対決とかたまにする。大阪体育大学で、トップチームで、しかも、あれ本田と本当に会いに行って、超会えたんですか？公認って、なんかメルボール YouTuber、YouTuber の公認もらっていいですか？見ればいいけど、なんかちょっと投げて自分たちが面白いって。おはようございます。
社会人から赤の印象そしてスキーも普通にあるからね大阪体育大学です大阪大阪体育大学皆さん来たなんか去年の総裁期大会出ましたからさ原田君とかさ原田君とか他のチームにさ中締めよう中締めよう中締めよあの時クラス、侍戦は逆の足を。